日本東京都足立区だけの塚だけの塚は東京都足立区北部の町名及び地区名。地名は足立郡の旧村名に基づく。東部伊勢崎線の駅名は竹の塚であるが町名は平仮名の能を持ち竹の塚、西竹の塚と表記する。郵便番号は121-0813である。竹の塚駅周辺には 高団住宅や都営住宅が多数立ち並ぶ。また、竹の塚駅は、足立区北部や、隣接する埼玉県草加市、川口市、八潮市にまたがる広範な通勤圏を要しており、その中心地として発達した地域でもある。そのため、区内の通勤圏に属する花畑、保木間、以降、小路屋も、まとめて、竹の塚と呼ぶ場合が多いようである。 駅ビルの商業施設や東口の商店も充実している。補助255号線沿いにはドンキホーテをはじめとする多くのフランチャイズ店舗が立ち並び、終日人通りや車通りが絶えない。スポーツ環境に恵まれており、3カ所の野球場、バッティングセンター、足立区総合スポーツセンターといった施設が設けられている。町名は 竹の塚一丁目から七丁目までがあり、他に、東部伊勢崎線の西側には、西竹の塚1.2丁目がある。隣接する地域は、北は西保木間、東は保木間、南は6月、西は西竹の塚及び西以降。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、竹の塚一丁目15番4の地点で36万6千円、平方メートルとなっている。 当地域は、かつての武蔵区に足立郡竹塚村である。沿線の白旗塚史跡公園をはじめとして、一帯に、無数の古墳が存在し、それに竹が自生していたという。その様子から、この地域が、竹塚と呼ばれるようになった。1889年の市政町村制施行後は、東京府南足立群淵江村のうちとなり、1932年、 東京市足立区の成立に伴い、足立区竹の塚町となった。なお、1966年に住居表示が、現行の竹の塚に改められた際、公式な読みも、塚を静音とした竹の塚に変更された。スマップスマップで、複数回放送されたコント、竹の塚歌劇団で、塚は、塚でも竹の塚の意味合いで使用される、竹の塚の故障は、誤りではないが、 現行の故障ではないことに留意する必要がある。光の祭典2008近年では、光の祭典と題し、毎年12月初め頃から12月25日のクリスマスまでの期間、元淵公園及び竹の塚駅から元淵五公園までの街路樹が LED のイルミネーションで装飾される。元淵五公園では、イルミネーションを施した二十メートル超の自然木発砲が、 並ぶ国内でも珍しい光景が見られ、八本ツリーと呼ばれ、親しまれている。また、八本ツリーは、定時的に、ライティングショーが行われている。竹の塚駅から元口高公園までのが路地の、イルミネーション並木は、都内最大級の長さを誇り、光の欅並木と呼ばれる。その他にも、点灯式の日には、地元による、 模擬店や足立区の友好都市による物産展が行われている。また同時にステージショーが行われている。都内では穴場の無料のイルミネーションスポットともなっている。2019年に第6回イルミネーションアワードで特別賞企画賞を受賞している。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。鉄道道路、ありがとうございます。